どうも、バンです。今日はですね、剪定した枝のね、裁断をやっていきます。ただね、ガーデンシュレッダーっていう、道具があればまあいいんですけども、まだ購入に至っていないということと、使用するめどがまだ立っていないということもありまして、とりあえず、今日のところはですね、チェーンソーや、丸のこで裁断して、で、ゴミ出しと。本当はね、ゴミ出ししたくないんですけどね、環境問題を考えたらゴミ出しよりも、ガーデンシュレッダーで裁断して、地面散布がいいと思うんですけども、まあ、とはいえ、この状態で放置するわけにいかないんで、とりあえずね、ゴミ袋に詰める作業をやっていきます。それでは作業開始。はい、どうもです。とりあえずね、ビニール袋2袋は詰めたんですけど、まだまだありますね。ちょっとビニール袋取ってきに、来るのと、それからこれゴミ出しするのと、ちょっとね、それをちょっとまずやります。一旦カット。はい、どうもです。そうしましたら、ちょっと角度を変えての撮影となりますが、再開です。はい、どうもです。とりあえず、このでっかいやつ以外は、できましたね。あとは袋詰めしてゴミ出しして終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。ではでは。